どうも、龍神チャンネルの宮ちゃんです。さあ、今回は NS7 リーグの2戦目、丸見野球クラブさんとの一戦をお届けしていきたいと思います。さあ、この試合のスタメンはこちらの通り、先発は中村にお願いしてあります。中村に行けるとこまで行ってもらい、慎太郎にスイッチするという目論みでやっていきたいと思います。さあ、それではご覧ください。さあ、幸先よくと行きたいところでしたが、いきなり先頭バッターに初球デッドボールを与えてしまい、ランナー一塁とします。さあ、しかし中村のピッチングを助けてあげたいところでしたが、いきなりピンチを背負ってしまいます。ランナー一、二塁のピンチを迎えます。さあ、しかし3番バッターのこの辺りはセカンド正面、田地さん、瀬能、そしてデンちゃんとなり、ゲッツーで2アウト3塁とします。さあ、なんとかこれで調子に乗っていきたいところでしたが、これを綺麗に三遊間に抜かれてしまい、結構嫌な形で先制点を与えてしまいます。さあ、気を取り直して、この辺りはセカンドさんがバックして処理し、スリーアウト。さあ、先制されての初回の攻撃、1番勇気、このボテボテの当たりをサードが処理しきれず、出塁を果たします。そして2番風太、2番風太のこの当たりはセンターが前進して取られてしまい、勇気がこれ打球の判断を誤ってしまい、ダブルプレーと嫌な形になってしまいます。そして3番バッター田地さんの当たりはレフトフライ、簡単に終わってしまいます。さあ、続く2回の攻防です。さあ、調子を上げていきたい中村でしたが、ここも三塁線を抜かれてしまい、またも先頭バッターを出塁させてしまいます。そして続く当たり、またここで似たような当たり、しかし田地さん、ここは二塁のアウトだけ。さあ、守備でなんとかリズムに乗っていきたいところ、続くバッターのこの当たりはショート瀬能ちゃんが処理し、ツーアウト。さあ、そしてこの当たりはサードの慎太郎がさばき、危ないかこれ、デンちゃん足長い、スリーアウト。さあ、早い段階で同点にしていきたいところでしたが、デンちゃんの当たりはピッチャーの強烈な当たりでしたが、ゴロでアウト。そして、アツシ、粘るが三振に打ち取られ、ここも簡単にツーアウト。さあ、しかし、慎太郎のこの当たりは、ライトの前にポトリと落ちるヒット。さあ、ツーアウトから形を作っていきたい。そして、続くバッターは、久々登場の瀬野ちゃん。瀬野ちゃん、綺麗にサードの横を抜いていき、ランナー1、2塁と、チャンスを作ります。さあ、そしてここで珍しいプレー、ケイちゃんの場面ですね。さあ、ここでまずはパスボールでランナーがそれぞれ進塁し、2、3塁。ここでケイちゃん、これがスイングの判定で3ストライク。そしてこれで振り逃げが成立するというシーンで、キャッチャーがなんと悪送球をして、これがなんと得点に結びつく珍しい形で同点に追いつきます。さあ、相手にもらった点を大事にしていきたいところでしたが、ここも先頭バッターを出塁させてしまう、なんかこう微妙なところのコントロールがまだうまくいかないから中村。そして続く、ここはデンちゃんへのファーストゴロでランナーは進塁しますが、アウトを1個取ります。さあ、ワンアウト、ランナー二塁。そしてこの当たり、高めの抜けたスライダーかな、これがエンタイトルツーベースになり、取った後に簡単に点を取られてしまい、2対1と勝ち越しを許してしまいます。中村調子が上がってこない。続くバッターに対しても強烈な当たり、これがショートの横を抜けてレフト前ヒット、そしてレフトの風太がバックホーム、
これが間一髪、タッチアウト、ナイスプレイ。さあ2点目許したが、3点目は絶対に許したくない。さあ続くバッターツーアウトから、これを三振に切って取り、スリーアウト。なんとか早めにリードを取っていきたい。そして3回の裏の攻撃は1番バッターの勇気から、これは先ほどと同じような当たりですが、サードゴロでワンアウト。続く風太、これがフェアになる。さあワンアウトからランナーを出塁させます。そして田地さん、ここは自分も行きようというバントでしたが、キャッチャーフライに倒れて、もう黒身うまくいかず。さあそしてツーアウトから、源ちゃんのこの当たりは高い高いセンターフライでスリーアウト。なんかこうちょっとちぐはぐな感じが見え隠れします。さあそして中村に4回も行ってもらいますが、またも先頭バッターをレフト前ヒットで出塁させてしまいます。ここは敦史の力量が問われる。さあ続くバッター、ここは三振、まずはワンアウト。こうリードで苦労してる感じがすごく見えますね。さあそしてこの当たりは瀬野を梶さん、デンちゃんとなり、ここでもゲッツー。さあこういう感じで守備でリズムを作っていくしかない龍神。さあ4回の裏の攻撃は敦史からですが、サードゴロ、強烈な当たりでしたが、これをさばかれワンアウト。そして慎太郎はここで粘ってフォアボールを選びます。そしてこの場面で慎太郎が走って成功。さあしかし瀬野ちゃんはここで三振。しかしこのピッチャー本当角度あって結構嫌なんですよね。さあ続くケイちゃんはフォアボールを選びます。ちょっと微妙に荒れてる部分もあって捉えづらいところ。さあそして代打のコウはピッチャーゴロ、初球倒れてしまいスリーアウト。さあこの回でも同点にできず。さあこの回からは球数もあったので、中村を交代させ慎太郎にお願いしました。その先頭バッター、これはコウがさばき、ワンアウト。コウやっぱこの辺のプレーさすがですね。さあ続くバッター、ここもセンター前に綺麗に運ばれてしまう。しかし本当打ってくるいいチームですね。さあそしてこの辺りは田地さん、なんとかギリギリセカンドだけアウトをもらうことができ、ツーアウトランナー一塁。そして最後のバッターは三振、スリーアウトでいい感じでリズム作ります。さあそして三度勇気、この辺りこの辺りが伸びて伸びて伸びてフェンスまで達する。そして勇気が快速を飛ばして一気に二塁を蹴って三塁まで行く。さあ先頭バッター、ノーアウト三塁と大きな大きな同点のチャンスを作ります。しかしナイスバッティング。さあ続く風太は釣り玉に誘われてしまい三振。さあそして田地さん、これでライト前に綺麗に運び、値千金の同点タイムリーヒット。いやここ粘り強かった。これほんと3番に田地さん入れてて正解でした。さあまだまだ畳みかけていきたいところ、しかしデンちゃんこの辺りはなんとサードが追いつかず落球。そしてピッチャーこの後処理するが悪送球で田地さんなんとかセーフになる。さあこれいいチャンスです。ワンアウト一二塁、そして淳のところでエンドラン。この高めの球をしっかり叩いて淳いい仕事してくれます。さあツーアウトランナー二三塁で慎太郎、しかしこの当たりはサードへのファールフライで2対25回の裏そのまま。さあそして最終回の6回、時間制限のためなんとタイブレーク、ワンアウト満塁からのスタート。ここはホームゲッツ狙っていくという話し合いの末、この辺りはデンちゃんへのゴロでホームフォースアウト。そして2つ目はファーストでは取れず。
さあ、2アウト満塁と変わり、この場面、ここはセカンド谷さんへの当たりで、スリーアウト。さあ、最大のピンチを守りきり、最終回、6回の裏です。さあ、龍神の攻撃は、バッターが瀬能ちゃん、そして三塁ランナー、デンちゃんに代走で私、宮ちゃんが入ります。さあ、そして清さんが長いサイン交換を行い、まさかの初球エンドランを出してきました。これ、清さんも後から話してたら出すつもりなかったみたいなんですが、さあ、吉と出るか、京都出るか、初球、この当たりがセーフになり、さよなら勝ち。瀬能ちゃん、しっかりと転がし、リアちゃんもよくスタート切りました。さあ、再三難しい展開だった丸美さんとの試合は3対2で6回裏タイブレークサヨナラ勝ちで勝利を収めました。いやー、本当ずっとこう不利な展開からの試合だったので、どこで主導権を握れるかというところでしたが、最後の最後タイブレークで主導権を握るという結構珍しい試合でした。まだまだ試合続いていきますので、引き続き頑張っていきたいと思います。今回の動画以上になります。